ここ。あら、何ですの？これが噂に聞くスカイリムの美しい空ですのね。どこから来たんだ？これでこの世から化け物が見つけた。奴らを狙い撃ちにして初めてこの剣は片付いたと言える。ドーンガード万歳。誰だ？ハイリム万歳。誰だ？血が出てるぞ。
愛しいセラーナよ。今でもペットを連れ歩くのを好むのだな。私たちがここにいる理由はお分かりですわね。もちろんだと。失望したぞセラーナ。私がお前に与えたものの全てを投げ捨てたというのか。この情けない存在のために。私のため？気は確かですの。お父様は私たちの家庭を壊してしまいましたのよ。それに他の吸血鬼も大勢殺しましたわ。あやふやな予言なんかのために。もうたくさんですわ。家族の絆もこれまで。彼には指一本触れさせませんわ。なるほど。このワゴンには牙があるのだな。母親の影響が毒となってお前の声から滴っていく。実によく似てきたものだ。嫌でしてよ。私はお母様とは違う。もうお父様など恐れませんわ。お前は娘を心変わりさせたのはお前の仕業のようだな。娘がその心に憎しみを宿して戻るのも時間の問題だとは分かっていた。我が一族の発展のための微々たる犠牲だ。はあはあ、誇り高き吸血鬼ハンターだな。私を倒したらどうするのだ。次はバレリカか、セラーナか。ああ、なるほど。予言か。私がアーリエルの弓を手にし、この世を闇で覆ってしまうのを止めに来たのだな。そうだな。お前と私を裏切った娘とこうして口を聞くのも疲れてきた。今すぐ弓を引き渡せ。二度目はないぞ。そうか。ならば仕方あるまい。これから。うん、
これで終わりですわね。分かりかねますわ。ドーンガードの尊敬できる戦士たちですし、今は見か願ったりですわ。次の冒険の計画はどうなのかしら。その言葉を待っておりましたの。そうか、バキ、終わったな。奴は生きたい、予言もついえるだろう。私は君には難しいと思う。お父様はずっと前に死んでいたのだと。はい。多分君はそれ以上のことをしてくれたと思う。ありがとう。はい。私に用がありましたら、ドーンガードのところにおりますわ。